今日はなさん見れるかな15分前告知っていう急なやつをしましたが「うわっこんばんは」<laughs>「目が眠そうやばこんばんは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 うわこんばんは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  こん,ん <laughs> こんばんは。こんばんは、石垣一年。こんばんは。こんばんは。おぉ。おーってなった。なにおーってなんだろう。おお。こんばんは。丸かぶり。<laughs> すいません、丸かぶりしてしまって。申し訳ございません。 おちゃんこんばんはおちびちゃんおちびちゃんって呼ばれてんの私 <laughs> にまだあ二2個見ることってできるのいよいよ明日プロ野球開幕ですね見に行く人はーいいるかないるかないるかなにまだナる 二つ見…携帯とパソコンみたいなのしあ行くんですかえここにいるよえー三つ編みみたい三つ編みですかちょっと今の長さじゃ難しいかなもうちょっと伸びたらやりますねあみんな <laughs> 二つ同時に見てるんですね申し訳ない 黒ライズマに一歩やりました。ありがとうございます。意外とね、意外と黒が多いんだよね。アイコは別人ですか別人時代、ちょっと今がちょっと顔が寝起きみたいな顔してるんです。<laughs> こんばんは。わ、こんばんはありがとうございます。こんばんは。顔が寝起きですよね。ちょっとやばい。いつからショールームやってんのショールームいつからだろう今何月だ ?3 月でしょ ?3 月1週目ぐらいでやってるんじゃないですか。わ、こんばんは。 こんばんはこんばんはこっちの目が寝起きだあ今日誕生日おめでとうございますおめでとうございます結局白と黒どっちが好評だったのなんか二つえっとなんだっけなんかインスタとツイッターでどっちとも聞いててちょっと見ますねこれね見えない インスタだと黒が多いんですでえー、っとねツイッターだと若干白が多かった気がするちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってうんーとねはいツイッターだとこんな感じ若干白が多い若干白が多い。若干白が多い インストもできますよ。<laughs> マップたちやそう。だから、どっちがいいんですかね。<laughs> <laughs> 正月二月に帰って帰りましたよ。そう、あ、そう、十一月でした。あ、間違えた。三月十一日からでした。どっちも似合うってことよね。ありがとうございます。昨日の彼、うまくできたかな。できました。中辛派だけど、甘口しか。 売ってなくって甘口に昨日はしちゃいましたけど白に一票入れましたどっちもいいけどやっぱ白のイメージがありまして嘘本当ですかこんばんはこんばんは <laughs> めっちゃ僅差そうどっちともめっちゃ僅差なんですよね元がいいからどっちもいいいやいや褒めますね <laughs> ありがとうございます半分白半分くん インスタとかツイッターのバナー出せるようにスタッフに言ったらいいよ多分ねこれ私がねあ間違た。私がね多分ねちゃんとすればいいんですよねバナーのやり方間を取ってグレーとグレーですかグレーの写真も撮った方がいいオフホワイト <laughs> クラ大人っぽくていいんだけどこの供っぽく言ってほしいなんでですかなんでですか <laughs> もう22ですよ インスタの三枚目が好きです。三枚目どんなだったかな。あ、これこれですか。三枚目これ。一枚目二枚あ、待っ待っ待って。一枚目二枚目三枚目四枚目って感じ。子供っぽく言ってほしいですか？ まず子供っぽらしさもないですけどね、もう。この年になって <laughs>。うん。こんばんは。こんばんは。あ、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 あ。大人っぽい。<laughs> セクシーだと帰って戸惑う、嘘。こんばんは、今日見られてありがとうございます。 別人のような大人さ無口なたくやさん、初見ですけども、ありがとうございます。長谷川玲香です。よろしくお願いします。<laughs> 1一枚目に1票美少年で言ってください。なかなかの女優さんだって。りちゃんもこんばんは、やたらラで発信しよう。<laughs> マッキー81%さん、はじめまして、初見です。こんばんは、ありがとうございます。こんな。 寝起きっぽい顔の日に初見…ですか <laughs> ありがとうございますそれが…セクシーですかセクシーさはないでしょうあれにねないですよねさすがに 感覚としては娘やかやな娘が大人っぽくてセクシーだと戸惑うじゃん戸惑うじゃん寝起きなのなんか本当はなんか7時ぐらいに配信する予定だったんですけどなんか横になったら寝てしまって <laughs> それをちょっと繰り返してしまいあやんなきゃパタあやんなきゃパタであの <laughs> 今に至ってさっき30分前ぐらいに目を覚ましたばかりでございます。 ちょっと今日は寝落ちをしてしまいました。60トライブを聞いていましたので名前が分かりました。あーなるほどありがとうございますラジオ聞いてくれてたんですね。ありがとうございます。セクシーなの、キュートなの、どっちが好きなのそうは私が私的に自分的にってこと ?7 時は早い <laughs>。7時は早いか。見れないか。 レイが今日はちょっと寝落ちをしてしまいましたカメラの位置高くないですよお立ち台準備してないお立ち台お立ち台キャラありましたね一時期ね寝落ちしちゃいました寝れなくなるよそうやばいですね断層断層断層はしたことないかな多分 春は眠くなるよね <laughs>。春だからなのかな。白服で海がいいです。白い服で海。でてっと教えてきな感じですかかな自己紹介のとこに私インスタの URL 貼ってありますよね。貼ってありましたよね。ですよね。<laughs> ちょっと今見れない。 うん黒かしら今日特に暖かかったからねちょっと暑くね上着いらなかったですもんね暑かった今日は一日それぐらいがいいですけどね上着羽織らなくてもいいかなーぐらいの気温がちょうどいいと思いますね これか。あ見れてるじゃん。うん。<laughs> 間違った。間違えたこっちかあくしゃみ出そう。<laughs> 花粉症は花粉症の飲み薬や眠気があるよね。花粉症の薬は飲んでないです。花粉症じゃないからで私は持ってる。 花粉症じゃないんですよね花粉。花粉症にはなったことがない。でも人間みんな花粉症なんですもんね。あれ違うそういう感じですよね。左目大丈夫大丈夫です。あの <laughs>、寝起きのせいでまぶたがちょっと変なんです <laughs>。今月は寒さと暖かさの差が激しすぎるね。でももう寒くらならないですもんね。だから、 もう大丈夫であろう。あったかいでしょう。もうずっときっとね。送信自体。え、テロップ出さないのなんて出そうと思ってるんです。なんていうテロップ出そうって思ってるんです。どうしようかな。でもね、今日は短くいこうかなと思うんです。45分まで <laughs>。短すぎですか <laughs> 短すぎあ、こんばんは。あ、こんばんは。 桜ががちっちゃうのが寂しいです、ね、今寝起きお仕事お疲れさまえーってそれは早終わるの早すぎーってことですか早めにおやすみなさい22時には寝るんですもんねはいその予定で今日あのその予定で今日過ごしてたんですよ配信して寝ようってしたらまさかこの時間 うっかりウトウトで時間配分狂った若干若干狂った <laughs> 今日の食べ物の話は今日は何の食べ物の話何の食べ物の話があるかなこの前ティムタムを食べたんですティムタムって知ってますかあのカルディとかに売ってるやつお菓子チョコのお菓子知ってますか また食べ物の話したらこれ絶対終わんないわ。まあ、いっか。同じ時間寝ようかな。知らんけど、絶対ね、知ってる <laughs>。見たことあると思うんです。ちょっと待ってくださいね。写真見せてあげます。絶対見たことありますよ。絶対とか言って、見たことなかったら申し訳ないけど。カルディ行くの行きますよ。これ、これ、これ。これ知りません ティムタム。外国のお菓子。これもね、いろんな種類あるんですけど、知ってるかな食べたことありますか <laughs> 見たことある。知らん。嘘甘そう。めっちゃ甘いです。えー知らないね。でかくないでかくないですよ。意外と。甘いよね。めっちゃ甘い。 むっちゃ甘いむっちゃ甘いんですけどむちゃくちゃ美味しい甘いの好きな人は絶対好きむちゃくちゃ美味しいんですそんなにね普通のお菓子よりそれのちょっと値段するからわかりますか普通のお菓子のちょっと値段するからそんなしょっちゅう買わないてかむちゃくちゃ久々に買いましたけど5年ぶりぐらいに買いましたけどほんとにでけど久々に食べてむちゃくちゃ美味しかったんです っていう話これ誕生日の日に買って食べた <laughs> 誕生日だからいっかと思って買っちゃいましたっていうやつオーストラリアのところ…えっ、ー、これオーストラリアなんですかちょっとわかんないかなり甘いえー、ちょ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 かなり甘いの平気なタイプアメリカの菓子とかもいい甘いのいけます生クリームとかじゃなければチョコの甘いのとかはいけます5年ぶりって久々つきでも本当に実家で食べたいらい食べてないですよね ビールに甘いいもの美味しいのえー、5年ぶりって久々すぎるめちゃくちゃ久々誕生日食べ過ぎじゃないそうでもないですよティムタム食べたでしょティムタムってかむしろ24日に食べたんですティムタム24日に食べてで誕生日の日ドーナツ2個と夜ご飯でしょ意外と食べてないですよ 今日は2日目のカレーも食べたはいお昼に食べました誕生日ぐらい食べてもいいよですよね <laughs> キットカットに近い、まあ、まあ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 キットカットよりも若干柔らかいぐらいですかねさて今日の夜のご飯は何しようかなあまだ、あ、食べてないんですか夜中にモンブランまあ確かに食べたけど量はそうでもないからいいんです 今からやるご飯ですか何がいいかなオムライス。カレーを何日分作るの二日分ぐらい。二日分ぐらいかな。じゃあ、キットカットでいや。いや、<laughs> 若干、なんて言うの <laughs> 違う言いますよ。全然違うけど、なんか、イメージ的に言ったらああいう感じっていうやつです。ええー、たまありがとうございます。どうしましたこんばんは。 次は生誕丸日記念に食べそうな気がしますそれは私さすがにそれはしまいせんよ <laughs> 関係ないもん <laughs> 他の日あ誰もありがとうございます賞味期限の切れた卵があるから卵焼きにしようかと思ったがオムライスがオムライスがいい奥様ランチに入ってるもの的なのが好きなタイプうん大好き朝マック朝ココイチ夜ラーメンやば一人だと2日分になっちゃうね こんばんは、レナポンと関係は。何ですか。レナポンと関係は。二年ぶりぐらいかな、お、二年ぶりにハスガン見ました。こんばんは。お久しぶりです。よし、今日は五十分に終了するぞ。で、今決めた。まあで。 ね、一人だとねご飯の配分分からないそう言われたからガチでオムライスにするかうまくできたら後でリプおおまじしておりますあと4分か起きてられるかなさすがにあと3分ぐらい起きてられますお久しぶりですお久しぶりです <laughs> お久しぶりですねって言ってすぐ終わるって5分延長とたら珍しいだって喋ってたら45分過ぎちゃったんだもん そろそろお仕事に戻るね。で頑張ってください。裏で配信してそうなんですね。みたいですね。なんか皆さん2つ見ててくれてるみたいで申し訳ないです。ありがとうございます。いっぱい作って冷凍庫をおえ<う>らい。夜ジギキングしたけど気持ちよかったよ。いや、ほんとは夕方走る予定だったんです。とかいうやつ。頑張ろう。もっと喋ってもええやで、ね。 配信してなんか寝落ちするチャムさん見て、さすがにそんなことはしませんよ。<laughs> 最近土鍋にしたからご飯がうま土鍋欲しい土鍋でご飯炊きたいうわ、いいな、羨ましい。長谷川は最近やっと炊飯器デビューしたんで、今年から炊飯器デビューしました。今ツイッターを覗いてたから聞こえなかった。はいレナポンと関係はっていう。 でも寝てたんですねはい寝ちゃいました相変わらず可いですねありがとうございますルームフォローしたけどインスタのバナー出せるようにしてねはい申し訳ないですインスタのバナー出せるようになんかちょっとはいなんか調べます最近そう炊飯器レビューしました買おう買おうって思って買ってなかったんです炊飯器の前は白米を食べないっていう選択肢 <laughs> どうしても食べたい場合はあのレンジでチンするご飯を使ってました 基本的には白米をお家で食べないっていうね外食とかだったら食べますけどねっていうやつですね炊飯器に炊飯器ご飯ににんにくとブロッコリーを入れて溶かし一晩寝かしたカレーをおいしいおレナポンレナポンってレナポン 白米食べるよ新潟県民 <laughs> 最近食べますよ食べてますよ食べてるんですわっ意外とあと1分もないさあ次はいつ配信かなっていういきなり締めに入るっていうちゃんと時間配分しないと急に締めが始まっちゃうからお米よりパンが好きなレれいかちゃんいやそれは前まで最近はパン食べてないんです パンは食べなない派になりました長谷川れ奈ちゃんわからないごめんなさい「次はいつ?」はツイッターで告知します朝ヨーグルトだっけ朝ヨーグルトとかなんかが多いですねでも今日はお昼からいきなりカレー食べてましたよてなことで50分になりましたので皆さん20分です。 今来たばっかりごめんなさい。ちょっと今日は過ぎちゃったんですけど。明日や,やれるかな明日、明日11時半とかかなえ、待ってください。何皆さん移動してきてくれたのえ、じゃあ、え、ごめんなさい。スクショして終わろう。そうですね。 告知が急だったりするんで申し訳ないです。明日は11時半ぐらいにやりたいと思います。じゃあ皆さん、あの、スクショして終わりましょう。えー、ちょっと待って、なんかそういう感じですかじゃあ分かりました。10時までやろう。今日は10時までやろう。10時までやる。やりましょう。ドロップ変えよう。 ててててて待ってた20珍しく予定変更だって皆さんがわざわざ移動してきてくれたらちょっとなんか申し訳ないじゃないですかはいじゃあ22時までにします今日は太っ腹イエーイ <laughs> <laughs> さすがらさすが男らしい <laughs> え、寝かしてくれないの、え、申し訳ないです。どっちよ。<laughs> 今日もありがとうね、おやすみなさい、おやすみなさい。やった、ありがとう。こちらこそ。漢字間違えた。漢字間違えた。鼻声っぽいけど、大丈夫、鼻声ですか。嘘。多分気のせいです。 すいません。すいませんお疲れ様って言っちゃったのにごめんなさい。さっき起きました。起きました。あと10分何しようか。何しますか何しましょう。なにしましょうか。なにしましょうか。え鼻声若干鼻むずむずしてるけど。あ、スクショね。はい。さっきスクショしなかったね。スクショしましょう。はい。 チーズイェイ <laughs> あすっぴんやばいはいイェイ今日も食べ物の話してたの一瞬、一瞬しましたけどもう終わった一瞬で終わった花粉かな若干鼻ムズムズしてるから花粉かな今日花粉すごいですか 花粉症の人が今日やばいって日はね若干花粉わかります若干だけ花粉に影響されるっていうやつですいやそんなことないチーズの話絶大ですポーズがいつも同じな件だってポーズ何したらいいですかよ言ってくださいよ 初見ですので自己紹介を聞きたいです。はい。新潟県出身の22歳、長谷川玲香です。<laughs> 好きなことは野球を見ることです。と、食べ物の話をするのが好きです。チーズ好きですかチーズ大好き。セクシーポーズ無理ー。無理ー。嘆きつーポーズも無理ー。<laughs> やっぱり可愛いありがとうございます。嬉しいでございます。もうときめきじゃないの <laughs>。もうときめきじゃないよ。明日の開幕戦は行かないです。ちょっと待って、ちょっと待って。うん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 。いつでも怒ってた記憶、怒ってないんですよ。怒ってないんですよ。すっぴんでもこれだけ可愛いって。羨ましい。とんでもないです。ありがとうございます。 チーズは匂いが味方でーチズ大好きチーズ大好きチーズ大好き,大好き明日は何の開幕戦野球ですよ吉田アナともよく喧嘩してな、ね、い待ってください吉田さんと喧嘩したこと一回もないですよ <laughs> スキュースクリュードライバー のポーズでえブルーチーズ食べれるブルーチーズはね食べたことないか怒ってたのはマシンガンズの2人だけだと思ってますそう待 <laughs> ってコントじゃないですよマシンガンズさんにはめっちゃ当たり強かったねクセが強いチーズはダメだなまぁクセが強いってどっからがクセ強いんだろうカマンベールチーズ大好きだしモッツァレラチーズ大好きだし うん、ドリアが好きドリア美味しいですねピザ食べようぜイエーイピザ食べたいピザ食べたいピザ食べたい,べたいって毎日言ってるゴルゴンゾーラとか食べたことないゴルゴンゾーラなんかさあのー、ピザに乗ってるやつは食べたことあるかもだってお宅にも当たり強かったよって言われてる 待って、そんなことないですよ。長谷川さんもクセが強い。嘘私クセ強いの新年オークメモツァレラチーズが入ったじゃがいもドッグが今話題みたいなのねねね私あれ食べてみたいんですよ。食べてみたい。サイゼリアのピザ好きです。好きです。美味しいですよね。ね北海道のオコッペチーズも美味しい。え食べてみたい。 食べたら変な夢見るチーズってなんだっけえ、なぞなぞですかピザ、オムライスから浮気しようかな。いいと思いますよ。割と塩対応でして、ね、そんなことないですよ。ねえ、塩対応って言われ、言われてましたよね。どこが塩対応なんですか私の。めちゃくちゃ神対応でしたよ。<laughs> 怒ったことないし。長谷川さんの上中下、どこ 中津ってこと新潟の <laughs> 塩チャムちょっと待ってください塩太陽ではなかったですよ神太陽神太陽あそっちの神太陽ねそれもありましたね一時期ねソルト長谷 <laughs> チーズ何好きなんですかえー、迷うカマンベールチーズ神イコール薄っぺらい太陽チャム太陽神チャム太 めちゃくちゃ言われるじゃないですか。ちょっと待って、せっかく15分とか10分とか、あのー、延長してるんで、めちゃくちゃディスられるんですけど、どういうこと食べると変な夢見えるチーズ、スティルトンだって。へぇ。何気に食べ物話にシフトしてるね。ね。で、さっきから甘いセリフお願いしますって言ってるの誰、誰やだよ。質問聞き返すときの声が何かこって聞こえるのかも、眉間にシワが寄り,りがち。わかった。 紙対応か塩対応かアンケートしわかりましたアンケートはいスタート一が塩対応二が紙対応ね一が塩対応で二が紙対応一が塩対応で二が紙対応投票です投票中です一が塩対応二が紙対応一が塩対応で二が紙対応です。 じゃ鬼のはせがね、やってたね。アクシカ行ったことあるけど、神太陽だった。うえ、ほら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 。え、なんだっけ、1が塩太陽ね。ん ?1 塩太陽でしたね。1塩太陽、2が神太陽ね。接触行かないから分からない。<laughs> デビューしたての鈴木亜美か。<laughs> なんで 1塩太陽2神太陽ちょっと待って塩ではないけど神ではないなんでよちょ待ってボケるとかじゃなくて本当,本当のことを言ってほしいんですけどちょっと待ってあと時間がないからあと5秒で終了ね321終了待って61.4%が塩太陽なんですけど はあ、ほとんど塩でした。いいんですよ。そうなりますよね。まあ、今日、今回のは、あお見事ない結果に。リアルだってちょっとやめてください。もうあと10秒ですからね。皆さん、明日11時半ぐらいに多分、あの、できると思うので、明日も見てください。あの、神対応でいきます。では皆さん、おやすみなさい。 <laughs> ありがとうございました。急な放送で。おやすみなさい。閉めますよ。<laughs>